どうもひひろです。グラウンデッドの次から遊んでいきましょうか。今回はですね、前回倒せなかった黒コケグモに挑んでいこうかなと思います。で、倒された時に毎回なんか遠いラボに復活するのが嫌なので、ここにベッドを置いて復活時点をここに設定しました。これで死んでもね、すぐここから再開できるんじゃないかなと思います。じゃあやっていきましょうか。さて、そしたらちょっと暗いな。よいしょ。そしたらヘッドランプもつけて、ちゃんと盾を装備できる状態でいきましょう。一応ね、ヘッドランプも防御力上げてるんで、多少はね戦えるんじゃないかなと思いますね。食らってもダメージが少なくいけるんじゃないかなと。ヘッドランプはこんな風に自分の目の前しか明るくならないからちょっと困っちゃうんですけど、大丈夫でしょう。お前らは無視だ。今回の俺の敵は行って、よいしょ、黒ゴケグモだから。大量にね、クマがいるんだよな、ここ。全部無視だ、お前ら。おいおい。多いんだよな、君ら。多いなー。よし。無事、切り抜けた。来い、ペット。ちゃんとペットをね、連れてきたんですよ。お前ら倒すか。小金。違う。働きありだ。よし。一応ね、このナイフの属性を、酸っぱい属性、あ、ちょっと前、お前、俺のペットがくっついちゃってた。ナイフの属性を、ちょ待って、もう蚊がうるせえ。お前だな。はい。あばよ。で、はい。ナイフの属性を一応酸っぱいにしてるんですよ。理由はね、黒コケグモの弱点が酸っぱい属性だからですね。どっかで蚊が飛んでるんだよな。ブンブンと。いねえからいいか。で、ミューテーションを、こうやって毒耐性つけとかないとしんどいので、これでいきましょうか。足いらねえな。これでいこう。さあ、宿敵だ。先にさ、これで、暗い。危ねえ。ほらほら、あ、こいつ結構弱いぞ。これ食おうか。ほら、いけ。あー、やばいやばいやばい。オッケー、倒した。ちょっと、まあもう見てるからいいか。オッケー、これで全部か。あー、倒した倒した。びっくりするぜ。まったく大丈夫。この辺は黒吹雲がいすぎだろ。チビだけど。雲の巣突っ込んじゃった。いけそう。毒が、毒がうざいよ。なんかキリキリ聞こえるんだよな。お、これが、あ、ダンゴムシだ。やってやろう。ほら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 、ダンゴムシの方が強いんじゃないか、ワンちゃんよ。オッケー、いただき。じゃあ入ろうか。なんでこんなところに科学研究所を置くわけ。その秘密はここにあるでしょう。まあ行きましょうか。長押しかな。いや、普通にオッケーだった。左だ。あれ、攻撃できない。できた。ほい。お、ダニローブだ。開けて。いていて。まあ、一旦ここで復活地点にして、行きましょう。毒がうざいけど、
まあ一旦こっちは。あ、いけねえな。めっちゃおるやん。ちょっと待ってね。死んじゃう。しないよね。よし。じゃあこっち行こう。はい。おー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 おお。出待ちされてるじゃないか。これが蜘蛛の糸かな。で金があって。あ、ファイルだ。プロジェクトあり人間。凝縮科学。まあ、アリ人間を研究していたといった感じですね、ここは。ここにもある。筋肉の喪失。お、芽キャベツから、金芽キャベツから手が生えてるぞ。これが筋肉の代わりになるんだ。じゃあ進もう。アリ人間の、なんかあるけど取れないんだね、これ。開ける。これでさっき行けなかったところが開くのか。ちょっと待ってよ。なんか、ここ開いてますけど。気のせい？これ。なんかやべえやつが破ってきました。もしくは行きました、みたいな感じになっているけど。お、ヒールバーサだー。あー、嬉しい。グラノーラバー。これ欲しいんだ。取る。取れ。よし、取れた。あ、カセットテープ。プロジェクトあり人間。プロジェクトアリ人間は完成に近づいている。完成に近づいている。順調に進むことなんて本当に久しぶりだ。久しぶりだ。むしろ、あ、取り忘れた。数々の失敗は私をここへ導こうとしていたのかもしれない。そうなのかもしれない。この瞬間につながっている。まさに人生の転換点だ。お、開いたね。この新しい体で私は研究を続けることができる。あれは何？アリ人間の域を超えたスーパーサイエンティストを作り上げるのだ。アリ人間と戦うんだな、これで。あれが作られたアリ人間という化け物だ。よっ、上がれる？よっ、よっ。ここでもボス戦か。上がれないんだけど。ほっ、よし、あれ。ほっ、よし、上がれた。まっすぐボス戦だよな。いや、くれえな。ここ降りたら、アリ人間との勝負だね。先にさ、これしたいんだけど、行っちゃう？行っちゃうか。おい。アリ人間だー。ちょっと待ってよ、データ。アリ人間は、あ、体力が結構高いんだね、こいつ。体力なのか、これは難易度なのか分からんけど、一番高いよね、今のところ4つで。ウェンデル・タリース博士が自らの運命から逃れるために最後に作った巨大生き物、卓上 RPG ゲームミノタウルス&ミルミドンに登場する、クラシックな生き物をモチーフにしている。耐性は爆発しおけ、弱点はシトスと声量と斬撃ね。いった、いってえわ。一発がでかかったこいつ。ほい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 。でけえ。ほら、来いよ。これなんかペーターヒアリ作ってきたね、こいつ。さすがに。あ、待って、死んじゃう。これ使うか。で、おっしゃ、倒した。はい、もらっちゃうよ、君。観察するか。アリ人間、筋肉がすごいムキムキ。怖すぎるやろ、こんなん。じゃあもらってくよん。はい、さて、これでいいのかな。よいしょ。でもここ開いてる。あー、開いてるわけじゃないんだ。あの、破ったところからこっから来ましたって感じなのかな。あ、いや、いろんなところが破かれてるな。乱暴なやつだ。じゃあこれ開けとくわ。で、ここ穴越しだね。はい、 OK。 じゃあ出ましょうか。ポチッとな。で、開いたら、あ、こっちだね。ここが開いたんだ。で、ここも開けて。
お前はアリ人間を倒したかもしれないが、私がオミネントのクズに拡大カクテルの秘密を明かすとでも思っているなら、お前は誰だ。大間違いだぞ。命をかけて私が守る。お前はウェンデル・タリーだ。タリーをゲットしました。ウェンデル・タリーですね。開けてやろうか、ほら。私がオミネントに監視されていることは…あ、あ、開けてやったぞ。ほら、やばいぐらいシワシワになっているな。お前が探すウェンデル隊はここにおるぞ。ここにおるぞ。待てよ君は。待てよ君は。俺のことを知っているのか。さてじゃあウェンデルと話しましょうか。オッケー、じゃあもらおうか。こっちだよね。これだ、グリル化学もらい。でなんか食い物いっぱいあるからもらっていくか。持ち物いっぱいだ。ちょっとお前持ってくれこれ。ほい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 。食い物は君に持たせる。いっぱいもらえるぞ食い物が。そろそろ持てないな。はいはい。他は？ここはないのかい？全部取れた？取れたっぽいな。冷蔵庫。オッケー。さてじゃあどうするんだ。ここ開かないけど。話しかければいい？はい。この先はグリルされた化学の塊が必要になるぞ。手に入れたよ。これで必要なものは全て揃った。君を無事家に返す時が来た。自分の子供には失望させてしまったが、君には失望させない。まだ挽回するチャンスはあるよ。まだお若いのにいいことを言うじゃないか。そうだ、君は正しいかもしれないね。正しいんだ。でも今一番大事なことは君を家に返すことだ。なるほど。我々は庭の上層のジャバマティックマシンに向かう必要がある。そこでスペーサーを安全に動かすために必要な核の、あれなあ、タワーディフェンスなんだよな。今裏口の鍵を解除した。君についていくよ。オッケー、じゃあ行きましょうか。取り忘れないかな。取り忘れ、あ、これ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 欲しい。ウェンデルの置物。さてそんなもんかな。ここはじゃあ帰りましょうか。さあ開け。暗い。ここに出てきた。さて帰りましょう。よし、無事帰ってこれたぞと。死ぬ予定はないからね。帰ってこれた。とりあえず朝にするべきかな。おやすみ。復活地点に設定しとこう、一応忘れないように。じゃあ寝る。オッケー、じゃあこれもらって。よし、さてじゃあバーグルのところに行くか。バーグルに会いたいでしょう。ほい、来たぞ。先にこっち見よう。いろいろスーパーデューパーでレベル1のアイテムを複製する。それ簡単にできるんじゃないかな。まあいいや。あー、簡単にできそうだからこれちょっと複製しよう。レベル1以下、レベル1がどれかわからんけど。あ、でも一応できたな。ヘッジブロードマザーだ。次、あ、いや、バーグルー連れてきたぞ。頼もしいアシスタントよ。グリル、グリル科学だ。要件はない。そんだけか。じゃあ行こうか。これついてくるとね、ウェンデルタリー戦ってくれるんだよな。
そしたらブロードヘッジマザー行こうかな。ついでになんかちょうどやれって言われてるし、あいつの装備欲しいしな。あいつの食い物は簡単に作れるから作りましょう。そしたらブロードマザーを何個作ろっかな。3回ぐらいやり5個作っとくか。どれぐらいでできるかな。結構かかるんだよな。確かスズメバチを戦えるようにしておきたいから、スズメバチの巣を探しに行こう。なんか何回か落とすと、なんかスズメバチが怒ったっつって巣の、あの蓋が開くんですよね。お前めっちゃ喋るんかい。確かいろんなところにあるんだけど、どこだったっけな。ここだここだ。あそこに巣があるから、あれ落とそうか。ほっ、おい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 、落ちた。はい、おい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 、いた。あとあいつだけだ。お前らが鬱陶しかった。死んじゃう死んじゃう死んじゃう。お前らが邪魔だったんだよな。よし、さて取るか。 OK。 でまずは1個で、なんか向こうの方にもあった気がするんだよな。あったあった、あれあれ、ほらお前は毒で、さらばだ。よし、じゃあ、爆弾を使いましょうか。届くかな。ほい、あ、やば、届かんかった。これどうするかな。ほい、はいはい、オッケー、いただきます。これで喧嘩を打ったことになったかな。もう一個ぐらい落とす。オッケー、はいはいはい、いただきいただき。これでね、スズメバチの巣が開くはずだ。こんなもんかな。よし、帰ろ。お、すべて回収だ。これでブロードマザーに行けるぞ。5回戦えるんだよな。回復は足りるかな。スムージースムージースムージーを作りましょう。こんだけあれば戦えるでしょう。じゃあブロードヘッジマザーのところに行きましょうか。さて、ここですね。ここでやるんだが、ウェンデル来いよ、お前ら。ペットよ。5個戦えるからな。5回戦えるんですよね、これ。じゃあ、行きましょう。あいつです。ブロードマザー。ちなみに、ブロードマザーは、あ、こいつも、あれだな、アリ人間と同等ぐらいの強さです。じゃあ、頑張って倒しましょうか。ミューテーションで多分毒耐性つけた方がいいんだよな。これはいらないから、これ。ほら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 、あ、いける。全然倒せそう。そして奪う。あ、粘着ついてるから取れるぞ。あ、いっぱい来た、いっぱい来たぞ。どこ行った、いた。オラ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 、小雲が、ああああ、ちょっと回復しないと。さすがにリキッド使うか。倒せるだろもう。ほら、はい、倒した。いいね。で、何個手に入った？毒、で、牙と、で、断片だね。まだやろう。まだ戦います。こっち。オッケー、倒した。あー、小蜘蛛がうざかった。オッケー。あー、なんか手に入るかな。あれダメだな。お守りかなんかがこいつを落とした気がしたんだけど、手に入りませんでしたね。まあ、5回倒したんで、まあ、こいつはもう満足かな。じゃあ帰ろう。これぐらい手に入りましてね。6、13、30。防具とか作れるんじゃないかな。さて、じゃあ、ちょっと防具見てみるか。マザーデーモン。
毒コーティングなんだよな。これ一個作るか。で、体。体は毒コーティング。まあ、作れる。足。マザーデーモン。作れるね。作ろう。で、これでマザーデーモン一式ができるぞ。一式装備すると多分、セットが、これかな？これだ、セット効果。ポイズンノバ。こう、近接攻撃を行うと、一定確率で毒を撒き散らし、周囲にいるすべての生き物に毒を与える。ゲロ強なんだよな、これが。で、ミューテーションを、あ、これか。プラス毒ダメージつけると強くなる。で、毒コーティングで、すべての種類の攻撃に毒効果がつく。これが強いんだよなぁ。で、俺はガードすると相手の防御力を短時間下げれるし、毒によって与えるダメージも増えて、コグも呼んで、みたいな感じだね。素晴らしい。まあ、さて、今回はこの辺で終わりにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた。